ランドの旅行中にどこで食べようかと、まあ、結構外食お金かかるなと、でもやっぱり美味しいもの食べたい、あのいいところで楽しみたい、そんな時におすすめしたいのがウェザースプーンです。ウェザースプーンは不動産業をやってる人がもともと始めたのか分かりませんけど、結構どこの街でも一番いい立地の場所に構えてるんですよ。しかもただの居酒屋じゃなくて、その立地だけじゃなくて内装というか建物自体もかなり価値を持ったところをで経営してると。お店の雰囲気も楽しめますし、まああとはバスとか電車とかのアクセスもいい場所ですし、ここはグラスゴーですけど、もう駅の徒歩3分なんですよね。で、いや私お酒飲まないしっていう人もいるでしょうけども大丈夫です。イギリスのパブはパブリックのパブなので、家族、子供も含めて家族一家団らんでご飯を食べに来るところでもあるんですよ、まあ、なので、紅茶コーヒーとかも 1ポンド以内でもう飲み放題だったりしますし、あのお酒飲まない方でも楽しめる。でむしろそこらへんのイタリアンコーヒーのチェーン店よりも安かったりするんで、まあコスパがいいの、最高にコスパいい、まあ、そんなとこですね。はい、まあ、ドリンクとあの食事セットでも10ポンドいかないぐらいなんで、6ポンド7ポンド、そんな感じですね。いやもう超絶おすすめですよ。困ったら、前はプレットって言いましたけど、困ったらウェザースプーン。料理もね、まずくはないので、まあ、カレーとかステーキ系とかフィッシュ&チップスとかもありますし、まあ、ぜひねイギリスのパブ、しかしあんまりこう地元感強いところだと行きづらい、そんな人はまずは敷居の低いウェザースプーンに行ったらいいと思います。どっかの美術館とかのエントランスですかみたいな、そういう感じです。